AI、生成 AI に聞きました。今日は AI と俳句です。今年は夏がずっと暑く、いつまで続くのだろうと思いました。それが今日になると少し肌寒く感じます。AI さん、俳句、作れますか？まず、チャット GPT が答えます。もちろん、俳句を作成しますよ。夏暑し、秋風優しき、心の安。夏暑し、秋風優しき、心の安。いいですね。チャット GPT さん、この句でどんな感情が起きました？ AI は感情を持つことはできませんが、俳句の読み方や言葉の選び方によって、季節の移り変わりや風景の美しさを表現しました。この俳句は、夏から秋への移り変わりを感じる詩として捉えられます。チャット GPT さん、ありがとうございました。今度は、バードが答えるよ。以下のような俳句はいかがでしょうか。夏の果て、肌寒く、秋の訪れ。夏の果て、肌寒く、秋の訪れ。夏が終わる季節は、暑さから解放されて気持ちがほっとする一方で、夏の終わりを惜しむ気持ちも湧いてきます。そのような気持ちを表現した俳句です。もう少し具体的に、今年の夏の暑さを表現するなら、以下のような句も考えられます。夏の果て、猛暑の記憶、秋風に散る。夏の果て、猛暑の記憶、秋風に散る。猛暑の記憶が秋風に吹き散らされる様子を描いた句です。どちらの句も、夏の終わりを感じる瞬間を切り取ったものです。ご参考になれば幸いです。バードさん、どんな感情が起きましたか？夏の終わりを感じるこの句で、私には以下のような感情が起きました。夏の暑さから解放された安堵感。夏の終わりを惜しむ切なさ。秋の訪れに期待感。夏は暑くて大変でしたが、その中で楽しい思い出もたくさんできました。夏の終わりは、そんな思い出を振り返る機会でもあります。また、秋は紅葉や食欲の秋など、魅力的な季節です。そんな秋の訪れに期待もしています。チャット GPT さん、そしてバードさん、二人から俳句を聞きました。二人の違いが出ていましたね。